寒い寒い寒い。ただいま。こんばんは。はい、おこいしょ。ただいま。寒い。寒いよ今日。こんばんは。もぞもぞしてました。ごめんなさい。お待たせしてしまいました。ちょっとメイク直しします。お花ありがとうございます。やばい。ね、雨降ってるね。え、暑かったの東京。こっちはね、そう、夜雨がすごかったです。よし、お待たせ。こんばんは。かわいい、ありがとう。うわぁ、よいしょ。なんかお腹いっぱい。お腹いっぱいじゃないけど、お腹いっぱい。ストーブつけとって、え、わかる、私もストーブ欲しい。こんばんは。唇ありがとうございます。食べた、クッパ。あったかくしようね。明日公園だ。あー、やばい、みんなに言いたかったことメールに書くの忘れた。明日書きます。夕食食べた。そうだ、チャットにも書くの忘れた。あ、オフショットまた明日も送ります。 T ハ T 唇ありがとうございます。爪白いよ、ほら。え、蒸し暑いの。なんでこんなに違うんだ。今日の晩ご飯は二郎系つけ麺。私二郎系は食べたことあるけど、ラーメンで。二郎系のつけ麺はないです。つけ麺あんまり食べたことない。なんかいつもラーメンって無難なのかな。無難なラーメンを食べてしまう。手紙ありがとうございます。BLT 方ありがとうございます。なんと今月、今日発売の BLT さん7月号に載せていただいてます。皆さんがゲームイベントをたくさん応援してくださったおかげで、もうね、たくさんいろんな素敵なカットをね、載せさせていただいております。ぜひ皆さん、新潟のラブラの中にある紀ノ国屋さんの中、紀ノ国屋さんの中、紀ノ国屋さんだと特典のね、あのオフショット写真みたいなものももらえるので、ぜひゲットしてください。ありがとうございました。本当に、そうなの、まさかの単独カットあります。ありがとう、ありがとうね、みんな応援のおかげです。永遠の単押しを誓います。誓ってください。ありがとう、覚えておく。高ピロさん、なんか強そうな、パンダ。パンダタワー、ありがとうございます。なんだ、 BLT さん記念ですか。ありがとう、タカピロさん。今度お礼言わせてね。公演とかで教えてくださいね。ありがとうございます。そういえば私、動物好きなんですね。動物園行きたい。普通に一人で行きたい。
全然いけちゃう。バラとハートありがとうございます。手紙ありがとう。今日はね、明日の練習してきました。もう完璧、多分多分完璧。久々の平日1公演なので、もうそこで全てを出し切っていきたいと思います。動物何好き？なんかね、肉食動物が好きなんか、なんだろう、やっぱり普段の暮らしの中でこうあんまり肉食動物、肉食系を見ることがないので、なんかその肉食動物たちがなんかお肉をガブガブかじってるのとか見るの好き。私見ちゃったんだよね、富山のね、富山に動物園家族で行ったことがあって、もう NGD になりたての頃4人で行って、なんかその日雨だったから結構空いてたんですよ。普通の日は混むらしいんですけど、雨であいにくの空いていて、でなんか虎がいたんですよ。でもう初めてすごい近くで虎を見て、なんか人間世界で暮らしてたらなんか自分って強いんじゃないかってちょっと勘違いしちゃうじゃないですか。人間世界だったら猫とかワンちゃんとか、あとアリとかと一緒に暮らしてるから、なんかその中ではなんか自分はまあ強くないかもしれないけど弱いとは思ったことなかったんですけど、虎に私睨まれた瞬間に、あ、これは負けたって思って、でね、飼育員さんがすごいなんかお肉の塊みたいなのをボンって投げた時に、虎があらららって食べてて、なんだそれって思って、なんか私たちの暮らしの中だったらご飯ってやっぱまあアイドルだし、すごい丁寧に綺麗に味わって食べるものっていう風になってるのに、なんか虎はもう周りの目を気にせずガブガブ食べてて、あ、これは負けたなって、もっと虎を見たいって思いました。まあ虎、まあ、肉食動物を見たいなって思いましたそう、そこで負けた。スイスイ生誕祭の時の髪型は何ですか？あ、なんかね、ポンデリングヘアって言ってね、ここでこういうやつしました。でも私もいくらさ虎みたいになりたいって言ってもさ、ナイフとかフォーク使わないと食べれないじゃないですか。虎はさ、そのナイフもフォークも使わず自分のあのボディでアウっていける、かぶりつける、人目も気にしないで、食リポもしないでなんかそれがすごい新鮮で、肉食系が好きになって、あとサファリパークも行きました、私家族で。なんか車運転するやつなんですけど、なんかどうするって言って、これ自分の車でも OK みたいなところだったんですよ。でまあなんかレンタルもできますって言われてて、まあ、慣れてる車、なんか別にもうパパの車でいいんじゃないって私は言ってたのなんだけど、なんかその動物の足とかなんか砂とかついちゃうかもしれない、そう傷ついちゃうかもしれないから、じゃあレンタルするかってなってレンタルしたんだけど。お手紙いっぱい、お手紙ありがとうございます。でレンタルして、走ってたらね、もうすごいの、もうみんなね、なんだろうな、なんか車自体をご飯だと思ってるのかわかんないんだけど、本当にいっぱい近寄ってきてくれてね、楽しかったですね。今一番行きたいところサファリパークかもしれない。みんな近づいてきてくれて そうだね、ご飯もらえると思ったのとかも。楽しかったな。
そこからは動物園は行けてないかな。行きましたっけ。ハワリパークすごい楽しかったですよ、うん、そう、餌もご飯もあげられる。すごい近くに寄ってきて楽しかった。なかなか普段動物とは分かり合えないですからね何言ってるんだろう。うちにも猫いるけどよく喧嘩する。ハートありがとうございます。こんばんは。そう、動物園みたいなよく言われてたよね。もう最近どうなんだろう、なんかそんなにうるさくなかったりするかな。お手紙ハートありがとうございます。わかんない、どうなの、最近も動物園なのかな。唇ありがとうございます。あー、金髪コンビ本当に面白い。金髪コンビ大好き、うん、大好き本当に。でもその金髪コンビを見れるのもあと1ヶ月、寂しいな。もっと見たかったなもっと見たかったで、6年間いてくれたけど、なんかもっと早く金髪にして、その金髪コンビをね眺めてたかったな。かいりちゃんから大人の色気が出てる。え、ほんとなに、このワイシャツで私が金髪に。いやでもなんか、え、したいの、私もそういう金とかピンクとかしてみたいの。でも似合わなさそうで、うん、あとなんか私ズボラだからなんかすごいプリンに汚くなっちゃいそう、お手入れがうまくできなくて。いや本当はやりたいっていうのもあったりするんですけど、まああとね、なんか私のファンの方は、まあ、きっとこの色も好きだろうとね、ね、なんか、うん、わかんないけどこれで満足っていうふうにことにしてます。満足ってことにする、うん、バラありがとう。まあそうだよね、見てみたいよね。そうだよね、まあなんかやってみたい気もするけど、でもなんかさ、それで私似合わなかったらどうしようか、宇宙人に間違われるかもしれないピンク見てみたい。明日の公演刀剣かも。あ、すごい、ありがとうございます。頑張ります、明日も。うん、楽しみ。とりあえずサイリウムから出た時鉄の塔だけ、あ、本当にだって、季節の到来、ドキドキ。でもそうそうだ、言おうと思ったんだけど、でも季節のイベントとか、まあそれ以外のなんて言うんだろうな、まあなんかレアなイベント、劇場公演みたいにたまにしか、劇場公演じゃなくて劇場公演ではないような、たまにしかやってないよね、特別なイベントフェスとか、数少ないイベントに、まあ私が来てねって言って、でもまあ中には来られない方もたくさん、てか来られない方の方が多いと思うんですよ。でもなんかだからといってこう自分はダメだって思うんではなくて、そのまたの機会にとか、オフショット待ってるよっていう気持ちでいてくれたら嬉しいなって
思いますね。全然今回とか行けないからファンじゃないとかとも全く思ってないし、なんて言うんだろう、だから応援になってないっていうわけでも全然ないので、うん、なんかまたその自分のそのファンの方の日程とね、あのイベントとかがあった時にぜひ来てねっていう気持ちでいつでも待ってるので、うん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 、だからなんか来られないからなんかファン失格みたいなのでは全然ないです。本当に本当にそんな風に思ってないし忘れてないし、うん、そうそう、タイミング日程とかは人それぞれなので、なんかそこで置いてきぼり感にならないように、なんかこう最近メールとか写真とか、そう、なんかその時の思い出を共有したりして、なんかそのイベントに行った気持ちになってほしいなって、こうショールームとかでお話エピソードお話ししたりするので、そうやってなんかそばにいてくれるのも、もうなんていうの、立派な立派なというか本当に大切な応援なので、私はもうそれでもう本当に幸せだよって言おうと思いました。うん、本当だよ本当だよ、嬉しいよ。うん、まあ、SNS を見てくれてるだけでももう本当にもう十分嬉しいからね、私それで本当に一生ついてくのねありがとうね。あ、そうだよね、そう、なんか昨日と今日で結構そのお仕事がどうしてもみたいな方がいらっしゃってね、たくさん、そう、それでなんか私も心配になっちゃって、そういう方のメンタルが、まあ、私ももちろんだし、ヒノも全然そう思ってないと思うので、ヒノファンの皆さんもね、その日予定がある方はね、お仕事がある方はね、お互い別々の場所にはなるけど、こう同じ空の下で頑張れたらいいなって思います。ヒノもそう言ってます、多分。ハートありがとうございます。あ、そう、萌えちゃんね、お大事にだよね、そう、同じ空見上げてこ、明日はね、萌えの代わりにレイナさんがね出てくださるそうで、一緒に花江のね初ステージをね盛り上げ楽しみたいなって思います。お大事にだよね、ね、お大事に、もうほんとそう、今の公演助け合いだなって、ほんと、ハットありがとう、唇ありがとう、そうだよ、花江ちゃんは何しても大丈夫です、もう私たちがいるんで、うん、本当に大丈夫。DMM で応援してる。大丈夫だよって。もうファンのみんなもね、メンバーももちろん全員味方だし、ね、花江がこう頑張ってきたのをこう一番近くで知ってるので、もう本当に安心して、安心して、楽しんでほしいですよね。本当に花江の笑顔をすごい大好きだから、なんかすごい間違えちゃいけないとか失敗しちゃいけないってなんか自分を固めるよりも、なんか本当思い出いっぱい公演を、なんだろう、心から楽しんでほしいね、全然ご迷惑じゃないよ、本当に私も花江と MC ができることとかね、ステージに立てることとか、うん、嬉しいもん、もう癒されるもん、うん、練習の時とかもずっと癒されてて、
当に楽しみにしてる。しかもなんか私もそれ通ってきた道なので、こう先輩の中にこう入るっていう、誰もがね初日をね経験してきて、私その時になんかこう先輩が温かく迎えてくださったりね、なんかいろいろ教えてくださったのが本当に心の支えで、それで緊張が和んだりとかしたので、なんか今度は私がそんな先輩みたいになんかリラックスできる一言をかけられたらいいなって思います。本当に大丈夫、もうね、任せてほしいです。明日は、あ、そう、初日ありがとう、懐かしいね、本当に、なんかじゃあ決めの一言言えるようなそう、いや、花は本当にいい子だからね、ピュアで。飲み物ありがとうございます。ではランキングお読みします。明日の公演楽しみです。久しぶりです、久しぶり。ランキングお読みします。フジニャンさん、サトシさん、神鍋さん、ツッチーさん、サカシュウさん、ポンさん、ライフパーソンさん、ジェイソンさん、セッテンガーさん、白いアルパカさん、すぐさん、たかしさん、そして1位はタカピロさん。なんだろう、パンダタワーありがとうございます。はい、ということで明日公演頑張ります。あと BLT さんオフショット待っててくださったら嬉しいです。あと今日言いたかったことってやつは、あの明日メールとかなんかチャットに書くと思うので、言いたかったこと、まあお知らせしたかったことですかね、待っててください。ありがとうございました。おやすみ。ファイト、ありがとう、頑張る。みんなもゆっくり寝て、ゆっくり寝る？なんだ、ゆっくり寝るって何ですかね。まあ、なんかじっくりじっくりじっくり寝てください。またねー。またね、またねー。